やっぱりお魚はドカーンしたてが一番でしょ。火の上でちょっと焼いたらパリッと香ばしくってすごく美味しいんだよ。心配しないでクレイちゃん、ジンからとっくに聞いてるわ。もう鹿狩りに注文してあるから、ここ数日の間に湖で釣ったばかりの新鮮な魚をシェフが選んでくれるはずよ。きっとすぐ料理してくれるわ。クレイちゃんの大好きな調味料とソース、それから私が用意した特製のおやつもあるのよ。きっとクレイちゃんが魚をドカンした時と同じくらい美味しいはずよ。うん、じゃあ理想は、理想お姉ちゃんの言うこと聞く。しばらくはクレイドドコドッカン冒険記で遊ぶのに集中する。お魚をドカンしたりしないし、アルベドお兄ちゃんのお友達にも迷惑かけたりしないよ。あ、じゃあクレイ、栄誉騎士のお姉ちゃんとパイモンちゃんを探しに行く。ひひ、誰がオイラたちを探すって。栄誉騎士のお姉ちゃん、それにパイモンちゃん。クレイ、ちょうど二人のことを考えてたところだったんだよ。そしたら二人が現れたの。何かの魔法がクレイの代わりに二人に伝えてくれたのかな。あら、かわいこちゃんとパイモンちゃん、ちょうどいい時に来たわね。手紙を書く手間が省けたわ。オイラたちちょうど暇してたから、図書館で本でも探して読もうかと思ってたんだけど、ドドコドッカン冒険記ってなんだ。その辺の本よりもめちゃくちゃ面白そうだぞ。リサお姉ちゃんが作ってくれた新しいゲームだよ。クレイたちで一緒に考えたの。パイモンちゃん、一回で覚えられるなんて頭がいいんだね。リサさんってゲームまで作れるのかよ。おいら、リサさんのこと本の虫タイプの博学だと思ってたぞ。ただ学生時代の暇つぶしのゲーム、ゴロゴロ炸裂キノコをもとに少し改造しただけよ。そんなに手間はかかってないわ。クレイちゃんがこの特別期間を楽しく過ごせるなら、あと何種類か作ってもいいわ。そうだ、思い出したぞ。さっきアルベドの友達の話もしてたよな。近頃モンドで何かあったのか。今回のアクシデントは大きいとも小さいとも言えないけど、とにかく慎重な対処が必要ね。最近シードル湖にスメールから来た外来種の魚が現れたの。放っておいて好き勝手に繁殖を許せば、モンドにおける水域の生態を脅かすかもしれない。幸いなことにクレイちゃんがこっそり逃げ出して外で遊んでいた時に見たことのない魚を発見したの。そう、それで2匹ほど捕まえてきてくれたおかげでガイアに聞くことができたのよ。あの時見つけていなければ、一般人がそれらを発見した頃には在来種の魚は目立たない隅っこに追いやられてしまっていたかもしれないわ。もし水中生物の群れに変化が生じ、シードル湖の水質も影響を受けて酒造業にまで影響が及んでしまったら、それはもはやモンド経済に関わる大問題になる。ひひ、今回はクレイのお手柄なんだ。ジン団長もこのことを聞いて特別にクレイを褒めてくれたま。そんなことがあったのか。それにしても危ないとこだったな。今は調査小隊から人をやってシードル湖の観測をしているところよ。
侵入者さんたちの巣窟を見つけ出すためにね。そしてその間、侵入者さんたちを驚かせることのないよう、クレちゃんは宝物を持って走り回っちゃいけないってことになったの。調査小隊の使っている装置はとても敏感で、湖周辺の一定距離内で爆発があれば観測に影響を及ぼしてしまうのよ。でもジンがずっと城の中に閉じ込められていると、クレちゃんがきっと退屈するっていうものだから、アルベテは遊撃小隊の実験型装備を改良するのに忙しいし、ガイアもちょうど出張中で、お姉ちゃんである私のところにこの子の面倒を見るって任務が降ってきたというわけ。今はもう退屈じゃないよ。リサお姉ちゃんがドドコ特訓棒研究を発明してくれたんだ。クレすごく楽しみ。ええ、ドドコ特訓棒研究の遊戯台はお庭のところにあるわ。鹿狩りで注文したメニューもそこに届くはずよ。おいしいお料理とお花の香り、そしてそよ風を楽しみながらクレちゃんと遊ぶ、こんなに貴重な機会はないんだから、心ゆくまで楽しんでこなくちゃダメよ。あれ、ってことはリサさんはオイラたちと一緒に行かないのか。ゲームの作者である私が参加するのはちょっとずるくないかしら。あなたたちがゲームを遊ぶ時のサプライズ感に影響が出てしまうでしょ。それに図書館司書として私はまだ職場にいなきゃいけないわ。基本的な責務を果たすためにね。なんか外に出ないための口実を探してるように聞こえるぞ。さあ、いい子のみんなは安心してクレイちゃんと遊んできてちょうだい。わかった。じゃあまた後でな、リサさん。行こう。それ。ここだ。英雄騎士のお姉ちゃん、これがドドコ特訓冒険記の遊戯台だよ。おお。確かにここなら環境もいいし、楽しくプレイできそうだな。リサさんが選んだ場所は文句なしだぜ。じゃあクレイ、オイラたちに基本的な遊び方を教えてくれよな。じゃあ始めるよ。
Thank you.
ドドコは悪いツノツノ魚の兵士の大軍に勝ったんだよ。ツノツノ魚の大王だって敵じゃない。ドドコとボンボン爆弾ドッカン花火の組み合わせが一番強いな。このゲームを遊んでるとちょくちょくシードルコの話を思い出すんだよな。まさかリサさんはあれをアレンジしてこのゲームのテーマにしたのか。ところで、実際、もしあの外来種の魚たちを見つけられなかったら、怪しげな岩礁を一通りクレーに爆破させれば、それでバチ解決じゃないのか。本当にダメだったら、オイラたちも爆弾をいくつか起爆させたら、この事件を解決できるだろう。その表情、どうやらこのゲームを楽しんでくれているみたいね。リサお姉ちゃん来てくれたんだ。リサさん、やっと顔を見せたな。お前の作ったドドコドッカン冒険記すっごく面白かったぞ。クレーと存分に楽しませてもらったぜ。気に入ってくれてありがとう。それってこの作品の続きを作ってくれって意味かしら。やったー、クレー続きが知りたい。ドドコが他のところを冒険する話も。いやでもクレー覚えてる。リサお姉ちゃんこのゲームを作るのにたくさん時間がかかったんだよね。きっとクタクタなはずだからリサお姉ちゃんを疲れさせてばかりいられないよ。あらクレーちゃん、お姉ちゃんのことを気にかけてくれるの。お姉ちゃんとても嬉しいわ。こういうゲームを気に入ってくれて、場内でおとなしく遊んでいてくれるのなら、どれだけ時間を費やしたって構わないのよ。もちろん、自由にいろんなところを冒険して回るのが、
クレイちゃんの一番好きなことだっていうことは分かってるわ。このゲームはただのちょっと変わった新しい暇つぶしね。だからみんなにいい知らせを持ってきたの。可愛い子ちゃんたちへのプレゼントもあるわ。プレゼント？あのねクレイも栄誉騎士団のお姉ちゃんとパイモンちゃんにプレゼントがあるんだよ。じゃあプレゼントは最後にしましょうか。まずはいい知らせから。そうなの、調査招待の二人の騎士が外来魚の巣窟を見つけてやっつけたのよ。外来魚が突然現れた原因も騎士団の調査によってはっきりしたわ。今回のアクシデントはとある商人が悪意なく取った行動によるものだったの。対はなかったということを考慮して彼女には相応の罰金を支払ってもらった上で騎士団がきちんと教育したわ。ふぅ、大きな被害にならなくてよかったな。でもその商人もちょっと不用意すぎだぞ。じゃあ次はプレゼント発表の時間だよ。クレイが先に行っていい？もちろんよ。私も不思議に思っていたわ。クレちゃんたら最近誰に注意されるでもなく毎日ちゃんと早くに帰ってきてたんだもの。ふふん、夜お家にいる時アルベドお兄ちゃんの手作りの絵本でやり方を見ながらこれを作ってたんだよ。じゃじゃーん。これはボンボン爆弾を投げようとしてるトドコだな。クレイ、ドドコドッカン冒険記のコマを参考にこのドドコのぬいぐるみを作ったんだ。このドドコは本物のボンボン爆弾を投げることはできないけど、でもこのぬいぐるみを見たら栄誉騎士のお姉ちゃんとパイモンちゃんもここ数日間の楽しい時間を思い出して悩みや退屈が消えてなくなると思ったな。ドドコのでっかいぬいぐるみか。確かにすごいサプライズだな。これがあればいつでもクレイとドドコに会えるような感じがするぜ。へへ、英雄騎士のお姉ちゃんもパイモンちゃんもプレゼント気に入ってくれたんだね。クレイの頑張りは大成功だよ。リサお姉ちゃんのプレゼントはどんなの？クレイも知りたい。あら、クレイちゃんの真心に比べたら私のプレゼントは随分控えめよ。さあ、ドドコドッカン冒険記の冒険物語を見てみましょう。冒険物語、一冊の本にしたのか。可愛い子ちゃんたちはモンドに戻ってくるとクレイちゃんと一緒にドドコの冒険の旅に参加したの。一緒に悪いツノツノ魚の兵士を倒してアフタヌーンティーを楽しんで、この物語こそドドコドッカン冒険記の一番完璧な姿よ。もしかしてリサさんはゲームのステージを考えてる時にすでにこのストーリーをみんな思いついてたのか？いいえ、パイモンちゃん、この物語は可愛い子ちゃんとあなたとクレイちゃんが力を合わせて完成させた物語よ。あなたたちこそが全てを決定した主人公なの。挿絵を入れようと思って本の中に場所を空けてあったんだけど、提案があるの。みんながゆっくり集まれる機会は貴重だし、せっかくだからあなたたちの記念写真を撮らせてくれないかしら。うん、友達に会えた上に楽しいゲームで遊べたんだから、確かに記念すべき瞬間だよな。じゃあ撮ってもらおう。栄誉騎士のお姉ちゃんとパイモンちゃん、こっちこっち。リサお姉ちゃん、お願い。今日も楽しかったね。